自分自身が思い入れがある階級ですよね。バンタム級が好きな階級であります。過去のレジェンドたちと比べられる、自分はそういう気持ちを持ってバンタム級に乗り込んでいきました。4団体統一することを目標にやってるんで、マニが手放した4つをまた集めれたらすげえなっていうのは、挑戦者今回初めてなんで、今2階級制覇させてもらって3階級目、この2024年って終わりにはバンタム級の選手がみんな日本人になってる可能性あるんですよ。チャンピオンが本当に今日本で黄金の時代になろうとしているスタートですよね。この試合が3年経ちましたが、目標は変わってもないし、結局ボクシングが好きだったからです。どうしたら満足するのか自分自身分かってないですし、多分自分のボクシングに納得してないから、あれだけインパクトのある試合されるとハードルが上がってしまうんで、変われそうな気がするんです。このバンタム級で勝っていく、結果を出していくっていうのは意味のあることだと思うんですよね。覚悟決めてやんないと勝ってる相手じゃないんで。ここはですね、昔練習で使ってた場所ですね。小さい頃そうですね、はい、今ジム以外でする時とかここ使ってましたね。両親がいて、一番上にお姉ちゃんで、兄の直也で自分ですね。どのぐらいからボクシング？兄が小学校1年生の時で、自分がくっついて、なんか幼稚園の時から、見よう見まねでやってた感じですね。切磋琢磨できる存在だなって感じてますね。自分は自分なりにやっぱり一生懸命頑張ってそれなり上を目指してるんですけど、その背中の距離感で言ったらもう分かんないぐらいですね。世界取れたことは一つ目標としては、通過点ですけど、そこを取ったことで全然満足感もないですし、本当に達成した感が全然ないんで、自分の今の目標はマーニが返上した4つのベルトを集めることです。マーニが手放した4つをまた集めれたらすげえなっていうのは、4団体統一っていうのは、はい、後からつけた感じがちょっとしてて、はい、じゃなくて自分が満足するところがどこなのかが分からない感ってここ何年かってあるんじゃないですか。そうですね、その通りですね。どうしたら満足するのかがちょっとまだ自分自身分かってないですし、多分自分のボクシングに納得してないから、多分世界にとっても達成感がないのかなっていうのも感じますね。今練習してるのはダメージを与えて、チャンスがあれば倒しに行くボクシング。今の拓磨のボクシングにプラスやっぱりそこの少しの攻撃力っていうのが
今すごく意識して加わってきてると思うので、うん、まあ、そこがアンカーとどう噛み合うか。日本人離れしてます、うん、アメリカで修行したからかなというのはありますよね。パウンド・フォー・パウンドっていう大きい目標を持っているので、まあ、統一戦だったりビッグファイトをやっていくことが必要になってくるかなっていうふうには思っているので。まあ、お願いというよりかは今年も一年よろしくお願いしますっていうことと、まあ、本当に競技を続けられていることに感謝したっていうような感じですね。ボクシングでこう始めて、まあ、最初楽しかったっていうのが一番大きいんですけど、まあ、その中で大会とか出させてもらっていくうちに、まあ、日本一にもなれて、アンダー15っていう大会なんですけど、まあ、それで2連覇することができて、で、まあ、そこで自信もつけて、で、まあ、知り合いの方を通じてアメリカっていうお話もいただけて、ルディ・ヘルナンデスっていう、はい、トレーナーなんですけど、ルディの、お父さんの家でホームステイさせてもらいながらジムに通ってたような感じでしたね。まあ、アメリカは土足なんですけど、まあ、日本のような感じでこっちはスリッパ履いて部屋の中を過ごしてます。ここで靴脱いでます。ここがシャワールームと洗面所とトイレになります。で、ここに体重計、下に体重計を置いていつもこれ体重測って毎朝毎晩履いてます。結構日本のスーパー行くことが多いんで、日本の食べ物もありますし、まあ、納豆とかもこっちで買ったんですけど、結構日本食も食べれるっちゃ食べれるんで、そこら辺は全然苦にはしてないですね。はい、これボクシングノートで、僕毎日書いてるノートです。あんまり見したくないですけどまあどういう感じかっていうのは、まあ、ご飯何食べて、血圧、体温とか、技術的なこういう風にした方がいいとかっていうのを書いてます。もう書いて、なんていうのかな、その日の状態だったりっていうのを思い出したりとか、こう考えることによって、まあ、意味もあると思うんで。いやもう何といってもスピードがすごく魅力的な選手ですね。本当に速いですよね。これは最後のつもりで取りに行かないと。3年経ちましたが、目標は変わってもないし下がってもないです。